より勝率を上げるために習得しましたと話しています。そうですか。まあ、ウィーニングショットになりうるボールですよね。バッターからすると、彼のウィーニングショットは何かというふうに考えると、おそらくストレートかスライダーだったと思うんですよね、これまでは。で、追い込まれてその球種しかないというならば、バッター、あっとトンネルです。ショート山本、今日は何かが起きています。両チームこれで3つ目のエラー。オリックス1つ目、ジャイアンツ2つのエラー。これも大事にいこうというところでしたかね。ジャイアンツからオリックスに遠野俊とともに移籍したこの山本和直、エラーが記録され